店長は2016年1月1日、5日ですね、今日の朝日新聞の一面には、昨日から第190通常国会が開会したという話です。参議院選が今年の夏にあるということで、それに向けて論戦していこうということですね。まあ、与党自民党、憲法改正したい、野党はそれを防ぐために共産党まで相当野党連合を意識して今までやらなかったことやってる、まあ、天皇が臨席している国会には今まで出てなかったのに出るようになったということですね。まあ、市民運動もこの憲法改正に対して絶対やらせないということで活動しているわけですけれども、今日待たしたね。で、多くって帰ってきたの？あ、そう。何人ぐらいいるの？もう32人ぐらい。で、君たちみたいな人は何人？もう入所者。入所者は26人ぐらい。あ、入所者より多いんだ、職員の方が。面白いね。はい、いってらっしゃい。おーい。まあ、今の政治家たちが企業の意向を受けているということを念頭にして、それを意識しないと私はいけないと思いますよね。まず何のために憲法を改正して日本が戦争ができる国にしたいかというと、それを最も望んでいるのは企業なんだということですよね。戦争をやったり、戦争をやるための軍備を増強したりすることによって利益を得る企業が、政治家たちにそういう政治をやってほしくて献金をしてコントロールしてるんだ、操っているんだという認識がなければ、私は市民運動というのはまさに猛獣をけしかけられた人が猛獣だけを見ていて、それをけしかけた相手を見ていない、そういう状況なんだろう。一体どういう企業がどういう働きかけをしているかということをちゃんと暴いて、そういう企業に対しては抗議活動をやっていく、そういう市民運動というのになっていかなければいけない。企業から金をもらって当選して、その当選した政治家たちだけに、またそういうものが集まっている国会の前でいくらデモやったって、それをけしかけている猛獣使い、企業は痛くも痒くもないですね。おお、やっとるやっとる、そういうことがずっと続いている。世界情勢を見ていても、そういう企業と軍部がつながった軍産複合体、そういう強力な組織、この組織というのは、繰り返し言いますけども、アイゼンハワー大統領が退任の時にもすでにそういう存在があって、それによって民主主義が結局骨抜きにされるぞというふうに予言していて、その頃から力を持っていたわけですよ。それが今世界中の平和を陰で操って、一見平和のために働いているように見える軍隊、産業が実は戦争が起きるように仕向けているんだ、中東の混乱もその意向が働いていて、ああいう状況があるんだということを見抜いて、それらを暴いて追求していかなきゃいけないですよね。マスコミもそういうこと、そういうところによってコントロールされているんでしょうかね。きっちしそれを問題として取り上げて暴くということをしていかないです。まあ、それではいつまでたってもこういう状況が続いて苦しむ、
人たちが出てくる。難民の問題もそうですよね。イスラム国も結局はアメリカから攻撃を受けているように見えても、実はアメリカがそれを温存しているんだという指摘があって、それは説得力を持った主張である、証拠を示して、それを指摘しているにもかかわらず、大きなメディアはそれを真っ向から取り上げて検証しようとしない。おかしな状況がずっと続いているわけです。本当に平和を求めるんであれば、そういうものを解決していかなければいけないと思います。今日の曲はフェレールの、これはもう何曲目ですか、4曲目ぐらいになるんですか、この教育集では102ページから104ページ、3ページにわたっている、これも長い曲ですね、解説をしてやってもいいんだけれども、またコピーして、めくらずにいいようにしてはこなかったんですけど、これ1回めくれば最後までいけちゃうんで、ページを隔ててリピートというのがないので、1回で切っちゃいますかね。この曲も私はここで初めてしましたね。その前にやりました水神の鳥というのは、あちこちの曲集なんかに出てきますけども、このスペインのそよ風というのは初めて見ました。やってみますかね。
どうにかこうにか言いたという感じですけども、今日はこれくらいしておきます。